ガバガバ資産の赤字額、想定の倍6億5千万円。見通しが甘い札幌ドーム約6億5千万円の赤字にファイターズ移転、新モード利用提供で。ファイターズの本拠地移転を初めてとなる札幌ドームの昨年度の決算で最終的な損益がおよそ6億5千万円の赤字となることが分かりました。札幌ドームではファイターズの本拠地移転などの影響で運営会社の収益が悪化していました。札幌市が2023年に導入した暗幕で仕切り中規模のコンサートを開催できるようにする新モードの利用が提供だったほか1月から販売しているドームの命名権も応募がないままだったこともあり当初予想していた赤字額約3億円の倍以上の赤字となりました。札幌市やっちまったな。いずれ粗大ゴミやね。最大の顧客であった日ハムに対してかなり不誠実な対応をしていなくなったのにその後も楽観的でしたからね。今の感じだと赤字垂れ流しな気がします。どうすんのこれ。わかりきってたことだけど札幌市、札幌ドーム、コンサドーレよりの北海道新聞が報じているのは興味深い。赤字垂れ流すくらいなら解体した方がいいのでは？まあ逃げたハムはでかかったってことでオワコンドームですね。ハムを逃した代償がでかすぎ。実際はわからないけど日ハムへの対応が悪すぎて逃げられたわけですからね正直、ざまあとしか思いませんね。今までの経緯が報道通りなら自業自得感がありますね。日ハムを舐めてたから？もったいない。もっと優しくしてればよかったのに。傲慢だった？日本ハムを追い出したからだね。日ハムを手放した時からこうなることは見えていたような複数本に帰らず。日ハムが出ていったからな高すぎるから。おハムさんは逃げて大正解。プロスポーツと地域の主に自治体関わりって大事な話だなぁと改めて感じる。いやいや想定内の赤字やん。市の想定以上の赤字になることは大半の人の想定内だと思います。想定以上、バツ、札幌ドーム以外の想定通り、丸、三石は赤字予測はできないっていう観光はあるんだろうけど想定ってより妄想夢の方がふさわしいくらい誰がどう考えても無理のある想定だった。早い段階で賢い民間の人に協力してもらうべきだと思う官庁出身者の天下りじゃダメだ。想像以上に赤字少ないですね。誰がどう見ても握手としか言えない経営してたらそうなるやろって結果やな。市長や札度の取り巻きの連中があんな態度じゃな。毎年毎年これから先続くよね。ライブとかやってもダメなん？札幌で埋められるアーティストは限られるから結果こうなる。今ってドームを埋められるアーティストっていましたっけ？まこまないや北エールが多いような。想定内やろうけどファイターズに逃げられただけでなく札幌市が収入源と位置づけてたコンサドーレにも逃げられる可能性もありコンサートなどにおける収入も見越してたアーティストも札幌ドームではしたがらないよね。新モードなんてドームを半分しか埋められないアーティストっていう目で見られたくないし利用しないでしょ。やっちまったな何？ドームに天下りした役人もいただろうにな。というか商売のセンスなさすぎなんじゃないの？多分運営の問題だよな。民間に売却した方が良いかも。同情すら起きない。多分世の中の人みんなでしょうねと思っていらっしゃるんじゃない？札幌市民の方々にとっては気の毒です。でしょうね。自業自得でしょ。そらそうやろ案件やね。ゼニゲバ財政界大損。今までのツケがここに。これはやばいことになりそうっすね。もうネーミングライツで札幌エホバドームにするしかないじゃん。日ハムが移転しても黒字化できるとしていたのなぜ？大半の人は無理だとわかっていたと思うのだけど。いいからさっさと解体しろよ。ファイターズ撤退決まった時から赤字になるのは誰もがわかってたことでしょ。何が黒字になるだよ。どの口で言ってんだ思ったよ。負の遺産はさっさとなくせ。あと数年で廃墟になりそう取り壊しも莫大なお金かかるしね。今後の赤字の税負担は札幌市民にのしかかってしまうの？コンサドーレもあの戦績や支援制行った時もガラガラだったしね。コンサドーレが何とかしてくれて日ハムよりも大きな利益出せるって坂丸が言ってたのに。おそらくコンサドーレは来季は J2 降格です。現時点で J1 再開となるとコンサドーレも札幌ドームでの試合を減らすのでは？ J2 の観客数では札幌ドームは高すぎるのではと思います。札幌市民ですが残党としか言いようがないです。なんで日ハムに対してあんなひどいことしたんだろう。エスコンフィールド取ってもよかったです。先週エスコン行ったけど交通の便もいいしにぎわいが半端ない日ハムも調子いいし強気で出た札幌ドーム終了ですね。さすがにプロ野球チームが抜けた穴はね10億投入も空振りとは。日ハムが移転したことはもう済んだことなのでしょうがないとしてその後に黒字になると想定していたことが怖い。あの対案で黒字になると想定していた経営陣でより厳しくなるであろう。これからの舵取りができるか不透明だから解体論も出るんだと思う。札幌市議の成田雄貴氏は22億円の利益剰余金があるから仮に年4億円赤字でも5年は生き延びられるって断言していたけど日ハム移転後1年目で5億円超の赤字で草しか生えない。日ハムいなくなっても大丈夫と断言してたよね。やっぱ無計画の根拠なしだったか。もうどうしようもないのでは。使い道なかなか見出せないですよね。誰かが競輪場、公営ギャンブルにすれば儲かるとか言ってたけどとりあえずあらゆることを検討してほしい。よさこいの参加者が2万、5千人いるので1人当たり2万円徴収して次回から札幌ドームでやればよいじゃん。札幌ドームも札幌市民もウィンウィン。通年で人が来てくれる催しをするのがいいと思うけどな。
インバウンドを見込んで食のフェスコミケ開催とか。ただ札幌ドームのアクセス問題もあるからそこも考えないとだけど、ここからどう軌道修正していくのか見もの。今後の抜本的な改革に期待、市民税ガンガン注ぎ込むので気にしてないだろうな。赤字になっても誰も責任を取らない。地元住民も解体の選択肢選んでいたような。市民ブーブー言うてるけど市長再選させたの誰なん？この5億円を北海道の子育てに使えればとか思ってしまう。地域貢献で学校に格安貸し出ししておけば？雪の日部活できない学校もあるし、札幌市ファイターズコンサドーレが一体となって札幌ドームが北海道のスポーツや文化の中心として輝いている世界線も見たかった。日ハムやコンサドーレを客寄せパンダ扱いした報いかな？スポーツの街計画さえしていれば。さあついに昨年度の赤字額が発表され大方の予想通り大幅に赤字が膨らんでいたわけですが、21日の決算報告ではどのような言い訳を見せてくれるのでしょうか？ぜひぜひ皆様の考えも教えてくださいね。ご視聴どうもありがとうございました。